い、皆さん、お久しぶりです。アルハルです。何ヶ月ぶりですかね。いや、意外にね、YouTube 見ましたっていうお客さんが結構多くて、続きやらないですかとか結構言われてたんですけど、なかなかちょっと、こう前に進めなくて、せっかくいい機会なんで、今日からちょっとやっていこうかと思って、再開いたしました。ぐだかみ実況ですね。ねえ、いや、以前ね、ずっとお酒の動画をね、1日1杯って形でずっとやっていったんですけど、2週間ぐらいかな、やってたんですけど、結構ね、まあ店を開ける前に飲んで、店を終わった後に飲んで、動画編集してあげてって毎日やってた。結構しんどくて。しかも、結構強いお酒もガンガン営業しながらも飲んだりするから、きつーって思ってから。で、なんか YouTube のなんか規制が、最近やっぱ YouTube っていろいろ事件とかありますよね。ちょっと事件といいますか、なんかマスコミな、結構ニュースになったりとか、で一部ね、YouTube の規約が改正されたとかで、なんかお酒の動画をなんか規制がかかるとか、そういうなんか記事をちょっと見かけて、本当かなってちょっと思って、ちょっと、まあ、動画の投稿をちょっと抑えてちょっとおりました。まあ、今日からね、毎日一つの動画はちょっと厳しいにしても、まあ、1週間に1つはちょっと上げていきたいなと思って、撮ることに、しました。でまたお酒の動画アップしてくださいよという話もいっぱいお客さんから言われるんですけども、お酒だけなくて、お酒ばっかり飲んでたら私もきついんで、今日は私の好きな作品を、いくつか、まあ、今日からね、紹介していきたいと思います。まあ、作品って言ってもいろいろあるよね。まあ、映画があったりとか、本があったり、まあ、漫画小説、まあ、絵とかもあるし、ゲームとかもあるし、音楽もあるし、もうね、数え切れないことあるね。ということで、今日はちょっとこの作品をちょっと紹介していきたいと思います。とりあえずちょっとこの辺片付けます。はい、で今日紹介するのはこちら、ダダン、少女ペット、という、漫画ですね。もともとこれ小説もあるんですけど、小説っていうのが、はい、すいませんね、小説っていうのはこちらですね、少女ペット、まあ、どっちが先なのか私はよく分かりませんけども、少女ペット、これね、私すごいね、感動しました。あのね、すごい鬼畜の話かなと思ったんですけど、もう最後ボロ泣きし、ほんとね、もう最近漫画で泣いたのは何ですかって言ったらこれが上がりますね。少女ペット、まず絶対これ上がります。もうボロ泣きしました、この作品は。このね、結構ね、最初漫画から言うと、全5巻からなります。1,2,3,4,5,5巻ですね。で、ちょっと、他のやつをちょっと置いて、まず早口ですまへんな。少女ペット、もうこの状態で萌えな感じがしますね。で、さあお仕置きの時間だということです。とこういうタイトルで、なんと小学館から出ております。小学館いいのかよって、ほんと小学校の館の、クリエイティブってとこが出てるのか、小学館クリエイティブってちょっとどういうところかわからないですけど、から発行されております。で、著者がこれ、作者不詳っていう名前、ほんと作者が不詳なんか、そういうペンネームなんかはよくわかりませんね。と、水木と、あと誰かな、水木綾さんか、水木綾さんっていう人が一応著者で、2人が著者になってみたいですね。絵が誰がやってるのかな、イラストが、ああ失礼、まあね、この少女ペット一体これ何なんかと言いますと、要するにね、人工的に自分の、ペットを、
自分好みの女の子を作って飼育していくって話です。なんじゃそれでめっちゃ危ない話じゃんって思うかもしれんけども、まあ要するに将来的未来になって、あの自分好みの、人間型のアンドロイド、まあをまあ、人工生命体を作っていって、まあ、自分好みの女の子が作れるなんていい世界なんだという、期間があったことね、そういう話ですこれは、うん、で少女ペットでこれ、まあ、ネットで注文したらこの自分好みの女の子をオーダーメイドで作ってで、届けてくれる。そのペットを、最初動物的なこと、ことしか話せかも言葉もあの話せないし、いろいろお食事の仕方とか、まあ、いろいろ生活がわからないのをいろいろ解説していって、まあちょっと紹介していく、あの違うな、紹介していって、もう人間らしく育てていくという話ですね。うん、でこの少女ペットね、まあ、全部ちょっと中見せるわけいかないんですけども、ね、ここ少女ペットの手引きというものがあります、うん、つまり少女ペットを飼うために一体何なのか、ルールを言いますね。少女ペットの飼育の手引き、餌、専用の餌を1日3回1回3錠与えないと細胞が代謝機能を停止し、ただし、専用餌では、満腹感を得られないので人間用の食品を与える必要があるということです。つまりこれ専用のなんか栄養剤を毎日1日3回与えないといけないということですね。しかもこの餌がものすごく高いということだし、ものすごい高い餌を与えつつかつ人間と同じ食事をしないと餓死してしまうという、結構あしもうペットをあ少女女の子を飼育するのにお金かかるなといったいうそういう話ですね、うん、で、なんだ、服、開封時は全裸なので、着衣の購入が必要。つまり、購入した瞬間は箱の中にその段ボールみたいな箱に、もう女の子がこう棺みたいに横たわってるんですよ。で全裸なんですよ。でその女の子の服を買わなきゃいけないという話ですね何やねんそれはって感じで、で、まあ、飼い主最初に見た人物を飼い主として認識しますって、アヒルかよってそんな感じなんですけど、まあ、つまり最初に、つまりこれどういうことっつう、開けた瞬間別のもうお母さんとか見えて、お母さんをご主人様みたいな感じでうわーって感じになっちゃうんか、マジかいなって話でしたで、鳴き声、最初はワンニャンなど獣耳に合った鳴き声、あそうそう、この少女ペットっていうのはちょっとまあ自分好みの女の子とかそういう、例えばコミックのこんな、キャラクターみたいにしてくださいとか、写真送ったらこの女の子みたいに、作ってくださいって、そういうオーダーメイドができるんですね。で、もうその少女ペットなんか、普通の人間なのかわからないから、少女ペットには動物の耳が生えています。その動物の、どういう個性、なんかウサギ耳なのか猫耳なんかワンちゃん耳なんかワンちゃん犬ちゃん犬ちゃん、犬耳なんかというのを、やっていくという話ですね、うん、設定できるんですよ。でその最初はその動物の声に合った、鳴き声して、話しかけても、そのワンとかニャンしか言ってくれないから、それをこういろいろ言葉を教えて、子供に言葉を教える感覚で、やっていくということですね。結構手間かかるんですね、うん。で注意事項なんですよ。注意事項、みだらに殺傷したり、みだらなプレイに、教授と、1年以下の懲役または100万以下の罰金が、かかりますという、設定があります。少女ペット、うん、ね、さあお仕置きの時間だ。まあこれで一体この主人公は一体何をするのかというと、うん、自分の初恋だった女の子に似せた、少女ペットを、購入するんですよ。でその少女ペットを、まあどんどん、もう自分好みにちょっと、飼育していく、まあ吐きで調教ですね調教していくって話です。うん、でこう少女ペットね、1巻目は声です。どんどんいきますよ。1巻目、2巻目、顔変わっとるじゃんって感じな。虐待の快楽の快楽歪んだ愛、2巻目。3巻目、なんか新しいなんか違う女の子出てきましたね。もう戻れない。うん、クライムサスペンス。うん、で、4巻目、これですね。なんかムヤハーみたいな感じになってますな。
今度こそ殺してあげるって、全然なんかちょっとえって萌えな話じゃなかったんかいなって話だけど、どん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 狂っていきます。うん、ていうかこの登場人物みんな狂ってます。ほんとすごいです、これは。で最終巻もうね、なんかこう泣きじゃくてね、もうずっとずっと愛しているっていう、このね、もうこのね、表紙で撮った瞬間もう震えて、最終巻ね、これ最終巻でも最後のもね、そのクライマックスでもうちょっと涙目で話したけど、もうボロ泣きしまって立ち直れなかったね、これはね。うん、もうね、読み終わった瞬間、なんだこれはと思って、うん、もうね、もう今ほんともうすごい、もう頭の中でもううわーなってますな、ほんま。うん、うん、そうだ、ここに書いてあるけど、うん、まあそういう話ですね。うん、普段あんまり喋らないから、喋り疲れて、もうこう、うわーって話したら、もう、喉が渇いて、脱水症状と、もういつ舌を噛み切ってしまうかという、もう滑舌の悪さがもう特徴的で、まあ、酔ってないよ。まあ、アブさん飲みながら話してるけど、うん、これからまた仕事だけどな。うん、仕事して飲みながら仕事できるっていいことかもしれませんけどね。うん、一応まあ飲食店の営業なんで。でね、まあ、少女ペットもすごいね、まあバーって見たらね、ほんとで、こうね、なんで自分 もしも自分好みの女の子をね作れる時代になったらどうなるんかなと思ってね。今ちょっと本当いろんなちょっと人形とかもカスタマイズできますよね。本当あの前なんだっけな、ちょっと球体関節人形のをちょっと調べた時があって、あの人形ってすごいカスタマイズできるんですよね。で、まあ、いろんなメーカーがあって、もう眼球とかボディとか髪とか服とかすごいもういろいろ、あ、もう自分好みにカスタマイズしていって、で注文するときその商品というか人形が届くことをね、あの商品が届くって言い方しないんですね、あれ。あのお迎えするっていう言い方をするみたいですね。うん、もうその球体関節人形を私買ったことなくて、まあ、持ってる人は知ってるんだけど、そういう独特のその用語とか文化があるっていうのはすごいちょっとうわーって、ちょっと知らない世界みたいな感じですごい感動しましたね。いや、この少女ペットね、ぜひね、読んでほしい。うん、多分ね、昔はちょっと手に入りにくかったけど、結構中古の本屋とか行ったら結構ありました。うん、面白いです。うん、で、これね、少女ペット、これで終わりかと思いながら、続編があります。少女ペット2。はい、少女ペットね、続編があるんですよ。うん、こちらですね、うん、じゃだん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 、あ、違った、1巻目こちら。1巻目こっちで、もう少女ペットじゃないよ、復讐飼育ってなんやねんって、もう、あの萌えな感じはどこ行ったんって感じよ、ほんま、復讐飼育。うん、今コミックだったら1から2巻まで出てますけどね、これ、まあ、終わり2巻で終わりじゃないんですよ、続きがあるんですよ、読みたいんですよ。しかしですね、よくあるんですけども、こういう本ってもう電子書籍しか出してないことが多い。うん、本当で、これ3巻目電子本もあります。しかしこういう紙媒体の販売はまだ私は知る限りはない。うん、ぜひね、印刷してほしい。電子媒体ね、確かに便利だし、綺麗だし、読みやすいし、持ち運び便利だけど、やっぱ本は紙がいい。で、残るから。うん。このね、この厚みをね、こうね、パーってこうね、めくるときのね、この感動がね、このクリック、こう、タップでこう、見るね、電子書籍はね、味気ない、ほんま。子供の時ね、僕ね、地獄先生ヌーベーっていう本が大好きで、あれね、もう知ってる人めちゃくちゃ見開き怖いよね。もう、うわーって開いた瞬間、次の見開き1ページダーンって感じ、妖怪の顔とか出てくるシーンがすごいね、あの人うまいんだけど、もう
あれ紙媒体だからできることであって、あれをね電子書籍で見たら確かに綺麗なんだけど、あのそう印刷の汚れもないし紙の汚れとそういうシワとかもないから、まあほんともう本物にあの書いたその原作と同じような感じで見れるんだけど、トレスターかなみたいな感じで見れるんだけど味気ない本当、うん、でね、うん、まあとりあえず脱線したけど、この復讐シークもね、なこれね、あの1巻目読んでから、さっきの少女ペット読んでからこれはぜひ読んでほしい。まあ別本あけどつながってる、確かにつながってる、うん、あのあつながってる、絶対つながってるな、あのそう少女ペットで起きたことを、次の世代に、改善していこうという世の中の動きがここで見られるんだけど、あのねこれもねちょっと歪んでるよ、うん、これはどういう話かというと、ちょっとまあとりあえず少女ペット読んでからこれを読んでほしい、復讐シーク、うん、ということでした。うん、まあそんな感じで、まあこんな早口で何言ってるか分からないかもしれないけど、好きな作品をどん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 上げていきます。興味持ったらその本をぜひ読んでほしい、うん、まあ私が好きな作品だからなんか、結構癖のある作品が多いと思うけども、ぜひ読んでほしいです。アルハルでした。また会いましょう。ではでは。